こんばんばは,はい9月は毎週火曜日10時からインスタライブ生配信やろうっていう企画です <laughs> 本当に毎週できるんかいなちょっと思いつきで始めたけんさもしかしたらなんか今日は体調悪いけんやりませんとか言って <laughs> 休むかもしれないけどちょっと、まあ、お仕事の都合とかもあるけんさどうやろうって感じないよね でもなんか9月はみんなといっぱいコミュニケーション取りたいと思ったけんやります <laughs> こんばんはーあーみんな来てくれてありがとうおなんか集合率高いっじゃないいい感じやない <laughs> 告知したけんかなやっぱさちゃんと告知すればいつもより集まってくれるんやね嬉しい <laughs> お疲れ様ーみんなお疲れ様ー 9月入ってさなんかだいぶ涼しくなったよねなんか朝とか昼間にかけては暑いけど夜とか全然歩きやすくなったよおみの398ちゃんありがとうございますやっほやっほー、みんな元気過ごしとる今日も大好きですってありがとう急な告白ありがとう <laughs> 告知大事ってきとる大事やねやっぱり10時から生配信するよって言ったら集合率高いやんみんな優秀やんありがとね今度有給取れたら博多行こうと思いますけどいいところありますかいいところめっちゃありますよ何をしたいかによるよね豚骨ラーメン食べない感じじゃないだけど私は実はうどんがおすすめなんですけどね福岡は ヒロ鈴木さんありがとうございます仕事中めっちゃ暑いよって気をつけて熱中症ないよね北九州で何食べたの北九州で海流っていうどとんこつラーメンを食べましたこれはねもうアイドル当時からずっと気になっとったラーメン屋さんなんよこってりの濃いラーメン屋さんを追い求めたら海流にたどり着いたっていう でね確かねカップラーメンが出とったんかな食べたことあるんやけどやっぱさお店の味とやっぱ違うやん絶対と思ってやっと食べに行けましたあマーモットちゃんありがとうございますリップ何使ってるんですか超かわいいだって今これ使っフ藤子のリップ私は、えー、07番「愛の花玉ピンク」ってやつ使ってますはい かわい,いやろうん気に入ってますウエストのゴボテンうどん好きやないってめっちゃ美味しいよねだけど私は巻きのうどん派でーすめっちゃ美味しいとよ食べたことあるみんな福岡のうどん名品目くぐらい美味しいけん絶対食べて <laughs> ダイエットしてないのってえダイエット はなんか常にしとるけどラーメンとかマックとか食べたいものを食べながらダイエットしてます調整する感じ次の日とかでそうそうだからか毎日サラダと鶏胸肉だけみたいなダイエットはできんちゃうねちょっと食欲がめちゃめちゃすごいので <laughs> めっちゃ食べるので私 博多弁めっちゃ可愛いって言われる。嬉しい。博多弁めっちゃファン多いよね。好きな人超多い。スケさんうどん派ですだって。スケさんうどんも美味しいよね。はい。ということでなんか先ほど私ストーリーでなんか質問お悩み相談募集しとったと思うんやけど、ちょっとねそのみんなからいただいた質問に答えていきたいと思います。バチ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  はい。まず、最初に来たお悩み相談。これ恋愛かな好きだけど、あんまり会えないから別れようと言われました。だって、あ、かんちゃん、やっほー。好きだけど、あんま会えないから別れようと言われました。え、これさ、え、好きだったらさ、別れようって言わんくないって思ってしまうけど。のぐさん、510ちさん、ありがとうございます。みんなも一緒に考えてくれん これ恋愛相談やん、フォロワーさんの。好きだけどあんまり会えないから別れようと言われました。意図的に会えんようにしとった説あるくないこれ。どう思うだって好きだったら会えなくても別れないもん。他に好きな人できたっちゃないと思っちゃうけど。ねえ。だって好きだけど会えないから別れようって、それ、傷つけたくないだけやん、相手を。って思わん。 みんなどう思うその通りだと思いますだっ好きだけどあんま会えないから別れようと言われましただからねいやこれ好きじゃない,ないと思う他に好きな人できとう気がする私的に傷つけたくないっていう優しさやと思うけど違う気がするそれなら本当のこと言ってくれた方が嬉しかったよね これ遠距離恋愛なのかな俺、あれ俺の元カノ、そのセリフ言った覚えあるだって <laughs>。好きだけど会えんけんわかるよって言われたと。それはもう好きじゃないです。会えなくても好きだったら好きで一緒にいます。絶対。でも会えなくて辛いんで、あ、それもあるかも。本気で遠距離恋愛で、辛すぎるのもあるかも。で、本当に、あ、本当だ。あるかも。待って。 VS ミロティックちゃん。ありがとう。好きだ。遠距離恋愛だったらあるのか。だって遠くにいてあんまり会えない人とお好きでいると辛いもんね。耐えられないじゃん。だけど近くにいる人が、もし自分を楽しませてくれて、今の好きな人よりいっぱい会える関係だったとしたら、やっぱりそっちの方がいいかもって思っちゃうかもね。あ ああるはあるは好きじゃないですとかじゃないかも遠距離だったらあるかもね本当に好きだけど会えないから別れよういやーこれ辛いね遠距離って会えないからって終わっちゃうんだね恋って <laughs> いやーこの質問結構深かったです 次のねステップに進むために別れた方がいいって決心したんかもね男の子か女の子か分からんけどはいそれでは次の質問に参ります落ちち込んだ時の立ち直り方を教えて欲しいです来ました落ちち込んだ時の立ち直り方私もね結構ね落ち込むことあるんよ人生で当たり前やけど <laughs> みんなと同じようにこれまでたくさん落ち込んできた。 で,立ち直り方でも最近はなんかすっごい悲しい日があったりすっごい傷つけられて心が苦しい日あったりするんやけどなんかさもし「え1週間前何しとった?」って聞かれてさ「え何しとったかな?」ってなるんや。 あれ何考えてたかなみたいななんかその日一日だけ苦しかったり寝る前すごい落ち込んだりするけど意外と人間って忘れとるんよねそりゃなんか総選挙でなんかすごい緊張したドキドキのあの日みたいなのはずっと残っとうけどだけどその思い出せるほど辛いことって、うん、まああるよもちろんあるだけどそんなたくさんなくない 人って意外と忘れる生き物なんだと思うとなんかあいやどうせ1週間後忘れてるなって思って気持ちを落ち着かせるなんかやまない雨はないじゃないけど今はすごい辛いけど絶対に明日はいい日になるこの苦しい時間が続くわけじゃないって思えばなんか立ち直られるかな立ち直れるかな あとね、あとね、みんなにね、見せたい、あれ、画像があるの。私がいつも落ち込んだ時とか、人間関係で悩んだ時に見てる画像。じゃん。<laughs> この画像をいつも見てんの、私。この画像大好きすぎて、意味わかるかな人間全員これっていう意味ね。脳から副交感神経っていう人間を気持ちよくさせたり、悲しませたり、 苦しんだり悩んだりさせる神経がこうやって脳から出てて地下鉄とか歩いてる時もあこれがいっぱい歩いてるって思うようにしてんの極論だけどねこれに肉体がついてるだけだからこれが毎日学校行ったり恋したりしてんの <laughs> って思うようにしてんの意味やかる私もこれだよって思ったらさあ私のこの脳と副交感神経とかこの神経が悲しいって気持ちにさせたり 苦しいって気持ちにさせたりああの人が好きだ返事に来ない苦しいとかあ仕事でうまくいかないなあの人私のこと嫌いなのかなってこれが全部そういう気持ちにさせとうだけやんって思ったらさあマジしょうもないみたいな <laughs> 全員これなんだよ脳自分の脳と交感神経が私を悲しませて苦しませて疲れた気持ちにさせて やる気を失わせたりすごいやる気になったりさせてるわけねって思ったら結構どうしようもない気持ちになるじゃんわ <laughs> かるでもこれ結構なんかなんだろうな自分を達観できる見方だと思うんだけどなんか感情に支配されないってこういうことかなと思えるよ はるちゃん怖いよ。だって怖いかな全然怖くないよ。だからすごい頭がいい人って、こういう物理的に物事見れるから、なんか、感情に支配されなそう。そうだよ。みんな、よく覚えておいて。この脳と脳から出る、出るこの神経、交感神経があなたを気持ちよくさせたり、悲しませたり、悩ませたり、ああ、太った。見た目がどうだ。 今月大変だなとか思わせてるってわけ。あの人は利口だとか。どうでもいいから。<laughs> どうでもよくはないけど。なんか、ん悔しくないなんか勝手にこの脳の神経に自分が支配されてる感じが。だからもう、自分の感情に言うこと聞かないってことを一回やってみるの。<laughs> 何の話って <laughs> はい、落ち込んだり悩んだ人、悩んだりした時は、 え本当になんかどうしようって行き詰まった時この画像を見るとすごいえ楽になれるって話ですはい私に戻します <laughs> ステイ25と同じぐらい感動だった受 <laughs> ける <laughs> よかった感動してもらえてそう最近この画像親友にも教えたんだよそしたらあめっちゃ共感できるっていうか

哲学者現る <laughs> ああそんなこと言ったら人なんて死ねば土だよだっていやそれはちょっと違うそれはちょっと違うそうそうはるちゃんすごいだって <laughs> はいっていうお悩み相談でしたあとはお やよいけいたちゃんありがとう次の質問いきます次はえ妻が最近太ってしまったのですがどう指摘すべきなんでしょうか健康にも悪いです繰り返します妻が最近太ってしまったのですがどう指摘すべきなんでしょう健康にも悪いですだってうん、健康にも悪健康以外に何が悪いんや 太っっっててしまったことって健康にも悪いです妻が太ってしまったので指摘したい指摘すべきなんでしょうかうーんなんかそれは奥さんの状況によるよねって思わないだって幸せ太りやったらさ別に見とっても幸せやしさねえ一番近くにおる旦那さんやったらさ 太っても可愛いよっていうのが私的には愛かなって思うけど、ね、痩せてほしいっていう自分の気持ちだけを押し通すのはあんまり良くないかなと思う。なんか太ってるよって指摘されたらさ多分本人も分かっとうはずやん。なんかそういう言葉が欲しいじゃない時もあるかもしれん。もしかしたら。って思う。ストレスからの過食とかやって あ、それもあるかもね。そしたらさ、ストレスで太っとう人に痩せればって、太ってるよ痩せたらっていうのってちょっとナンセンスじゃないだから、その、太ってしまって指摘したいって気持ちは悪くないと思うけどな、相手がどういう状況かっていうのが大事かも。ポジティブに受け入れられるなら、元気で幸せごときやったら、で、本人もネタにしとうとかだったら、なんか、 ね楽しく指摘してるのもいいと思うけどって感じかな太る,の太るの悪いことじゃないと思うよ <laughs> 私今より2 0キロぐらい太っとったけどさなんかそれでもお母さんは愛してくれたし味方でいてくれる友達とかおったけんんか人間太るときも痩せるときもあるしさ なんか今すぐどうこうしようって思わなくていいと思うよね <laughs> はいなんか結構マジレスしてないマジでさ返事してない <laughs> お悩み相談室ガチでしたらん私 <laughs> でも私心理カンセラー。やばい今日滑舌超悪くないしえマジお酒とか入れてないけんね 心理カウンセラーの資格を持っとうけん人の悩みを聞くの好きだよっていう <laughs> はい、なんか暑いっちゃうけど緊張した音かな <laughs> みんなとお話しして <laughs> はい2 0キロ太ったアルッも ムムチチで可愛いや <laughs> マジ太ったっけんね「ん激太り」って言ってめっちゃ叩かれたんやけどアンチに <laughs> はいそれでは続いての質問いきまーすおタイムリー過去うつ病になり元気になった今でも時々心が苦しくなります はるピぴは元気でいれてますかお、高崎ありがとうだって、ありがとうオープンキャンパス楽しかった。来てくれてたこなのかなありがとう。繰り返します。過去うつ病になり、元気になった今でも時々心が苦しくなります。はるピぴは元気でいれてますか私はすっごく元気でいれてます。おかげさまで。 そうだね時々心が苦しくなりますああのねうつ病当時ほどの苦しみは今はなくなったかなそうならないように対策が打てるようになりましただけどなんかうつ病の時の苦しさとか思い出を 思い出した時に泣いちゃうぐらいの時あるけどそれって苦しいじゃなくてあの時自分が感じた気持ちとかお母さんの愛情とかを思い出して泣いちゃってるだけやけん苦しいわけじゃないんだよねなんかあそこから立ち直れて本当に良かったなっていう安心感で泣いてるのかもしれないだけど今はね元気になった今って 心が苦苦しししいいいっていうあの時みたいな苦しみたたなくななはくりましただからもしうつ病になって元気になったと思ってああ今も心が苦しいなって思ってるんだったらまあちょっと症状は治まったのかもしれんけど完治じゃないのかもしれんねもしかしたら「今日のリップどこのですか?」2回目はい「フジコのリップティント」です 私は07番使ってます、はいなんかいい色やね今日はなんかいい色やこれね唇荒れんしなんか艶が出てプルプルするしすごくおすすめですそんな感じかなそううつ病の時はうつ病ってまだあそこまでメジャーな病気じゃないイメージやけど 結構ね隣り合わせなんよねもしみんなかかるはずないって思っとうやろだけど当たり前のようになったりするん実はあの時「え私も周りの友達で自分が治った後に実はうつ病になったんだよね」と報告を何個か聞いたことがあって「えあの子が?」みたいな感じで結構びっくりした思い出があります だからとごと事って思わないでみんなも気をつけてね <laughs> 服どこのこれはランデブーっていうブランドの夏のあれ服ですねちょっとまだね外に着れてないからね気に行きたい <laughs> 全然外でランけンさでもインスタライブで着れてよかった アルピ強くなっただってありがとう写真集のデニムヤバかっただってサロペットかな <laughs> うつ病は超メジャーだよだってうんうつ病7年前になって完治していないだってでうつ病って完治って本当に難しくてなんか治癒するっていう言い方をするみたいなのねだから治るっていうよりはうつの症状が 柔らぐっていう治し方だから自分はうつ傾向があるんだって受け止めてそれを知りながら過ごしていくっていうのがすごい大事そうだからなんうつになった人への対策接し方とかをがもっと広まったらいいなって思うどうしてもなんか 普通の人から見たら考えられななないようう言動とか症状になっちゃうのねだから普通の人が「これ宿題でやってきてください」とか「じゃあ何分でこういう言葉を覚えましょう」とか言われて今まで楽勝でできとったこともじゃあ例えばうんわかんないオフィスの仕事どんな感じなこれやっといてって言われるとそうじゃんこれこれの計算やっといてとか資料まとめといてみたいな。が 普通に簡単に今までできとったのになんか頭が正常に動かんくなってできんかったりするだそうだけどそれは甘えと分けてもそうな,なんだろうなそういうわけじゃなくて本当にできないの今までできとったことが全然できなくなるっちゃ頭が回らんけんだけどそういう時にお前何やってんだよみたいな,な怒んないでほしい <laughs> っていうね なんか甘えてるって見られると余計その人苦しいんじゃうからだけど普通の人から見たら本当に甘ったるって何してんだこいつ何もできねえじゃんっていう見方りになっちゃうと思うんだよねうつ病の人ってだからそういう時はもしかしたらあうつ病かもって引き出しを持っとくとちょっと休んだらとか声かけてあげられるやん知らんけんそうなってしまうだけやんたそういう病気があるって でも自分が一回かかったことあったりかかったことなくてもあそういうふうになるんだって人って追い詰められたり心が弱ってる時知っとくだけで対応できるじゃん人に優しくできるしだから無知は罪じゃないけど知らないことって結構誰かを傷つけることにもなるからなんか私が うつを経験してつらかった分そういう認識がもっと広まったらいいなって実は思ってるんです <laughs> なんか熱く語ってない、ね、どうしようインスタライブで超熱く語っっちゃうけどだけどなんかうんもうすぐね二27歳にもなるけど26年来てきていろんな経験して人の痛みとかも分かるようになって なんかそういう人の力になる活動をしたいなって思い始めたり <laughs> ボランティアでカウンセラーとか学校とか企業に行ってその Z 世代の生き方とか新社会人のメンタルケアみたいなのを私なりに教えていけたら嬉しいかなって思っとる <laughs> かな。 はい、そんな感じです。質問ありがとうございました。続いて、続いてのね、お悩み。次はお悩み相談なんやけど結構面白いよ。普段は大丈夫なんですが、寝起きの口臭がすごい臭いと言われます。対策あったら教えてほしいです。普段は大丈夫なんですが、寝起きの口臭すごい臭いと言われます。対策あったら教えてほしいです。ちょっとこれは笑っていいですか <laughs> え寝起きの口臭すごい臭いよってさ言われるぐらいの関係ってことやろえ仲良しってことよねこれは <laughs> めっちゃ優しいやんこれ超面白い口臭すごい臭いよなあ口臭にいよとかぐらいなら分かるけどさ口臭すごい臭いと言われまってめっちゃ面白くないえ待って面白いんだけどでも寝起きの口臭ってそんなみんな めめちゃめちゃゃいい匂いな人いないんじゃないですかでもすごい臭いって言われるってことやろえどうすればいいとやろ <laughs> えでも歯磨き上手にできとるまず歯磨き上手にするやろでその後デンタルフロスした方がいいんじゃないと私はあの歯磨き超大好きなのでだから歯のケアがとにかく大好きなので 結構フラスしたらね、そう隙間に残っとうね、歯石とか、食べ残しみたいなの結構あるんそう、だから、あ、待って、唾が足りないお茶を飲む。そう、水分不足も口臭臭くなるらしいよ。だから夏とかさ、お水とかこまめに飲んだほうがいいよ、みんな。口臭臭くなるんだって、あの、喉が渇くと。 あとみんなマウスウォッシュって言っとうよ。マウスウォッシュをするの大事やて。じゃあ、とりあえず歯磨きはしっかりする。で、まあデンタルフロスめんどくさいやろうけど、してみよう。歯もきれいになるし。糸ようじ使ってるの。私はね、糸ようじじゃなくて、自分でシューって出して切って、手で巻いて、こうやって全部の歯やってる。かなで、 とどめにデンタルあれねマウスウォッチもしましょうそしたらだいぶ改善するんじゃないかなあとなんか今口臭改善の錠剤みたいなのもありますよ確か乳酸菌じゃなくてなんかそういういい菌を入れて悪いのを倒す的なあるらしい <laughs> おーかつまさくんありがとうございますそうそれやってみて <laughs> はいお悩み相談してくれてありがとうこんな感じかなみんな答えた答えたねこのくらいあもう30分ぐらい経っとうやんうぶっ通しで喋ったね30分はいこんな感じで、えー、毎週火曜日インスタライブしようって思ってます今日はねえっとドラマの撮影をしてました <laughs> みんなオンエアを楽しみに待っててください今月はあのみんなにまだ情報解禁できてない内容の露出がたくさんあるので楽しみに待っててくださいはいそれではまたお会いしましょう今日の春るっぴが面白かったよかわいいまたインスタライブ楽しみにしとうねって方は はいスクショボタンで私をストーリーに載せてくださいぜひメンションをして「春日おやすみ」とか「来週も楽しみだよ」みたいなストーリーを書いてくれるととっても喜びますはいスクショ <laughs> いい オッケーはい今日はお悩み相談質問そしてみんな見てくれてコメントを残してくれてありがとうございました何こいつちょっと気に食わんコメントあったらちょっとやからはるっぴになるけんね気をつけてみんなすぐブロックするよ <laughs> はいバイバーイ